モンサン・ミシェルは、フランス西海岸、サン・マロワン城に浮かぶ小島、およびその上にそびえる修道院である。モンサン・ミシェルとも表記する。カトリックの巡礼地の一つであり、西洋の脅威と称され、1979年には、モンサン・ミシェルとその湾として、ユネスコの世界遺産に登録され、1994年10月には、ラムサール条約登録地となった。 サンマロンに浮かぶモンサンミシェル・ノルマンディ地方南部、ブルターニュとの境に近いサンマロワンは、ヨーロッパでも潮の看板の差が最も激しいところとして知られる。潮の満ち引きの差は15メートル以上ある。このため、湾の南東部に位置する中道院が築かれた岩でできた小島はかつては、満ち潮の時には海に浮かび、引き潮の時には自然に現れる陸橋で陸とつながっていた。 島の入り口には、潮の干満時刻を示した表示があり、満潮時には浜に降りないようにと記されている。最も大きい潮が押し寄せるのは、満月と新月の28から36時間後と言われており、引き潮により沖合1 8トルまで引いた潮が猛烈な速度で押し寄せる。このためかつては、多くの巡礼者が潮に飲まれて命を落としたといい、モンサンミシェルに行くなら、 遺書を置いていけという言い伝えがあった。1877年に対岸との間に地続きの道路が作られ、潮の干満に関係なく島へと渡れるようになった。しかし、これによって潮流をせき止めることとなり、100年間で2メートルもの砂が堆積してしまった。急速な陸地化が島の周囲で進行しており、島の間際まで潮が来ることは滅多になくなりつつあったため、 かつての姿を取り戻すべく2009年には、地続きの道路が取り壊され、2014年に、新たな橋が完成した。前景主要部は、ゴシック様式だが、内部は、様々な中世の建築方式が混ざり合って、構成されている。境界道は、カロリング機の様式で、新郎は、ノルマン様式。100年戦争後の1421年に、破壊されたロマネスク様式の内陣は、 フランボワイアンゴシック様式として再建された。これら周囲を13世紀の重層構造の修道院建築と13から15世紀の軍事施設が取り囲んでいる。ゴシックリバイバル建築の首労と戦闘は1897年に完成し、その上に建て祀られた剣と秤りを持つ金のミカエル像は彫刻家エマニュエル・フレミエによって制作された。新創部からは、 岩山の上に、幾層にも渡り建造され続けた、建築遺構も残る。この島はもともとモントン部と呼ばれ先住民の、ケルト人が信仰する聖地であった。708年、アブランシュシ教ベールが、夢の中で大天使見返るから、この岩山に聖堂を建てよとのお告げを受けたが、悪魔のいたずらだと思い信じなかった。再び同じ夢を見たが、また信じなかった。 ついに三度目には大天使は痺れを切らし、今度はオベールの額に指を触れて強く命じたところ、オベールは稲妻がマ天を走る夢を見た。翌朝、オベールは自分の頭に手を置くとの天に穴が開いていることに気づいて愕然とし、ここに至って大天使、ミカエルのお告げが本物であると確信して、ここに礼拝堂を作ったのが始まりである。六十六年には、 ノルマンディーコーリシャール一世がベネディクト会の修道院を島に建て、これが増改築を重ねて13世紀にはほぼ現在のような形になったものである。中世以来カトリックの聖地として多くの巡礼者を集めてきた。百年戦争でイギリス側についたブルターニュ公国とフランス王国の国境地帯。モンサンミシェルはフランス王国側の15の位置にある。 堤防造成による鉄道道路百年戦争の期間は島全体が英仏海峡に浮かぶ要塞の役目をしていた。モンサンミシェルの入り口には今もイギリス軍が捨てていった大砲とその弾が残っている。18世紀末のフランス革命時に修道院は廃止され1863年まで国の監獄として使用され、その後荒廃していたがビクトル以後の紹介が ナポレオン三世を動かし、1865年に、再び修道院として復元され、ミザが行われるようになった。19世紀には、陸との間に堤防を造成して、鉄道、道路ができ、陸続きになり、フランス西部の有数の観光地となっている。1979年には、ユネスコの世界遺産に登録された。2006.85現在、 三人の修道士が在住し、九人の修道、女が近隣の町から通って運営に当たっている。堤防道路の影響により、島の周囲がさす化したため、国家事業として2億3千万ユーロをかけて、かつての島に戻す工事が行われた。2006年から着手し、駐車場となっている堤防の代わりに橋でつなぎ、海流により堆積さを取り除くもので、 潮の流れを妨げにくいや足つきの橋が2014年7月22日に開通した。1979年に登録され、2007年に干渉地域が拡張された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ツールドフランス2013モンサン・ミシェル。ありがとうございます。